石原明の系のヒントプラス第524回英会話インバウンドサービスの40代女性の方から私はフリーランスで英会話講師と英語ナレーションの仕事をしておりますが昨年末美容サロンオーナー様向けに接客英会話と 英語による集客方法をオンラインでコーチングするビジネスを立ち上げました。まだクライアント様はおらず、知り合いの美容院オーナーの方に無料モニターになっていただき、サービスの内容を固めているところです。なぜ美容サロンかと言いますと、飲食や小売り、宿泊などは英語サービスを提供するところが多いのですが、美容業界はまだ少ない割に日本の美容サロンを体験したい外国人観光客が多いと思ったからです。一方、外国人客が来てもニュアンスが説明できないのでお断りしているという美容サロンの方の 話も伺いました逆にうまく英語を使ってサービスを提供しているサロンは半数以上が海外からのお客様というところもあります日本の人口は減り高齢化になるので海外でマーケットを広げることは有益ではないかと思いますしかしながら私は前職がロボットの海外営業と畑違いで美容業界に縁ががなくゼロから集客をして見込み客をししてて獲得す大変苦戦しておりますちょっとこう心配なのはそんなに売り上げの規模の見込めないところに入ってこうとしてることだよねまあ これ本人が会話の接客を教えて教えた人たちが接客できるようにしましょう。 っていうことですよね例えば英語を何にくっつけたら最大に価値が上がるかって言った時に例えば街歩いてる人に英語を教えてもその人が受け受けるどれくらいかっていう話じゃないそうすると当然英会話を教えるのに1時間2000円とかになっちゃうわけじゃな、はいでそれがある程度以上のお金持ちの人に英会話を教えたら英語がその人に威力を発揮させてビジネスが大きく伸びるんであればじゃあ1時間5万円でも OK っていうことになるかもしれないしもっと特殊な人に 人に何かした時に、ま、た1000万円来るかもしれないっていうさだからビジネス考える時には大きなお金が動いてるとかものすごく利益が取れる とか、そこのマーケットにくっついた方がいい。うんうん、だから大衆に向けて突出した英語をその普及させるんだったら、それこそコンテンツ作ってコンテンツに活躍させるとか、はい、そういう方がいいわけじゃん。まさにだからここにビジネスのベースを置いて生きてこうってなると、すごく忙しくて儲かんないような感じがしこの時点で見て取れる。なんかこのタイミングって結構多いですよね。独立する時に今持ってるスキルセットをどこにポジション ーニングすだって1時間2000円で教えるってことはさあの1時間2万円の人をやるって考えたら10倍の作業量になるじゃん。でしょ、うん、だから1日24時間しかなくてその中でいろんなことやって賞味仕事できる期間は56時間って考えた時に、うん、時間あたりのコストを最大化するような相手見つけた方がいいよねっていうことだよね。 完璧に専属で入り込んで年間いくらってやった方が儲かるかもね。<ー>うん、確かに。っていうふうにこう散らかっちゃってる思考を自分の労力をどこにセグメントしたら儲かるのか。 っていうのを一回考えた方がいいいかもしれない考えたらまあこれってものを教える教育とかコンサルっていうことになるよね。うん、この人がどこまでいけるかなんだけどロボットのえしてたくらいじゃない。だからです、ね、強烈なクライアントを持っているコンサル会社にアプローチ見たら外資系のコンサル会社とかに私こういう能力が持っててこういうことができるけど私をオタクで採用しませんか パートナーでもいいんだけどどうなのかって言ったらさうん、うん、結局その高い値段で動いてるところに自分を入れちゃってもいいじゃんその中のチームに私のスキル使ってくれってやった方がいいかもよ同じビジネス感覚で話せるレベルにいれば全然ウェルカムですもしかしたら「いや大学みたいな人も望んでました」と「ただここの話入ってください」って言ったらさいきなり年収2000万とかになるかもしれないしで違う世界が生まれるよね あるいは飲食のコンサルだって個人コンサルはさ、単店やってるじゃん。だからそこそこの会社はチェーン店やってるし、トップの会社は日本中征服してるチェーン店やってるよね。そうなったらその人たちを集めて教育するのを彼らに集めさせて自分が教育やるだけでもさ、自分がどっか落とすより楽だよ。確かに。だから自分はどこにくっつけるかだよね。うん。かだから、 うーん、それがあるレベルを超えていればの話なんだけど、この世の中のどこに自分の位置づけを見つけるかとか、相手が気づいてないようなところに自分を挟み込めるかみたいな、そういう思考を持ってもらうといいし、うん、でね、ぶっちゃけとにかく大きなお金が動いてるところに入んないと、もうない。<laughs> シンプルですね。いや、本当に。うん、だからそういうサイズ感みたいなものがあるから、サイズ感間違えない方が、もうこの人が個人でやる時間の、 使い方がいいい方んじゃないかなか石原先生今企業あと残りの250万社、うん、ちょうど狭間みたいなとこで情報もお金も動かすようなポジションにいるじゃないですか同じ話じゃないですか、うん、自分の持ってるものを先生は試行錯誤してからパコーンって見つけたとこあるじゃないですか、うん、あれどうやって <laughs> 見つけたのかな<あ>ってそれは、ね、このチン性 世の中ウォッチングしてていろんな人に会った時にここってこういうマーケットがあるんだなってのを考えてるので見つけられるアンテナ立ててるから見つけられるっていう、うん、何を見てるんですかマーケットんもんもそうだけど、まあ、スタートした時はさだって労働集約型だよこれ <laughs> まあまあコンサルって大変、ねうん、だから負傷者はさ紙一枚で3000個も30万個もいけんだよでしょだから稼げる上限考えた時に自分が稼働する時に稼げる上限が大きくないときついじゃん極端な僕この能力持って てて、思考がうーんと低かったら、次5万円のコンサルしてると思うよ。<ー>同じ能力持ってるけど、思考が低すぎちゃって。自分はどうせこんなんだんだってやったら、変な話、一社から三万円で、点と、はい、こまいして。 200万の収入持ってる勝ち組コンサルでって言ったかもしんないよ。いや、同じ能力だも <laughs> ね。ああ。でも、僕の場合はそれを立ち位置と相手の要望と、それを常に見てるから。うん、あできる限り社会貢献性が高いとか、時間あたりの給料が高いってなったら、だんだんそっちの方に行くじゃないそろそろ次のコンサル費用が。 まあ80万ですったら「あ分かった分かった」かっ,たって言うわけじゃん「あいけんのか?」ってなればいいわけでしょ、はい、その人たちと触れ合うことによってその人たちの問題が見えてくるから、うん、ますますその人たちのマーケットに僕のサービスがあってくじゃんはい、はい、っていうので今のサービス形態も作ってるから<あ>だってこの世の中さもうめちゃくちゃ金持ちもいるよ問題は自分の周りにいないってことは自分の得てる空間の情報はダメってことでしょああ ってことなるべくすっげえ人と一緒に情報の入るところに移動しないと無理じゃない、うん、っていうふうに考えれば結構思考性がすごい重要だって分かるでしょまずは意識抽象的に言うとそういうことそうそすそう、うん、というわけでまた質問ありましたらぜひお待ちしております、はい、ありがとうございました、はいはい、ありがとうございました